予備校のノリで学ぶ大学の細菌学と臨床医学予備ノリ、これ一回やってみたかったんですよね。皆さんどうですか？予備ノリって知ってます？僕ね、知らないんですけど、なんかね、最近なんかよく YouTube とかね、アメーバ TV とかでなんか出てますよね。なんとか匠みたいな。僕あんま興味ないんですけど、てか人にあんまり人が何やってるかとか全然興味ないんですけど、なんかすごい流行ってるみたいな感じでなんかやってるんでね、まあ興味ないんですけど、ちょっとやってみました。はい。ということで、今日はね、今日やる内容っていうのは、もうね、医学部ね、ちょっと受けたい、まあ受験生とか、あと、まあちょっと医学部のね、低いグレードのね、グレードっていうのはその学年ね、低いその学年のね、まあ生徒はね、今日やる内容はもう、理解ね、した方がいいですね。特にまあ医学部の、ね、学生は絶対理解した方がいい内容になっています。というのもね、すごく重要で大切なことばっかり、まあ、喋ろうかなと思っています。それを実際の、ね、こういうニュースの例を取りながら一緒に学んでいこうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、僕ね、いつも、投資系ではね、ちょっとね、皆さんね、バカなこと言ってるみたいな感じでね、思ってね、言ってくるやつが結構いるんですけど、僕一応医科学修士なんで、総計より全然上です。悪いけど、総計なんかはっきり言ってね、クズですね。総計のやつらね、口ばっかりで、実力ないやつが多いんでね、あと、ま、ニートも多いんでね、まあね、そのあたりの、ちょっとね、人とちょっと一緒にしないでください。じゃあね、ちょっと実際の、内容をやっていきましょう。今日ね、ニュースの事例から実際の、まあ、細菌学と、臨床医学をね、こう混ぜた感じでちょっと学んでもらおうと思うんですけど、まあ、わからない人はね、もうついてこなくていいです。はい。で、まあ、できるだけ簡単に説明します。はい。ということでやっていきます。で、今日のタイトルが、多剤耐性アシネトバクター検出事例に関するご報告ってことで、鹿児島大学病院が、2018年のこれ8月3日に、公開してます。で、これどういうことかというと、このタイトルにあるように、多剤耐性アシネトバクターによって、まあ、患者さんがね、それに感染したと。で、ここ書いてますね。患者さん感染して、そのうちね、4人が亡くなられた。まあ、検出されたのは10名で、入院されている患者さんの5名がその規定になっている多剤耐性アシネトバクターが検出されたと。じゃあほとんど結構亡くなっているということなんですよ。4人も亡くなっているから、もうね、これはね、本当にダメですね。感染っていうのは、ここが一番大切なんですけど、感染っていうのは初期の段階で抑える、これがねポイントです。なんかね、いっぱいね、大学病院とかね、こう、まあ、鹿児島大学病院なんですけど、これ、まあ、大学病院とか結構ね、アカデミックなもちろん人もいっぱいいると思うんですよ。もちろん生物やってる人とかね、生命科学とかでいるんですけど、生命科学と医学は違うんですよ。僕も医学やってましたけど、生物やってるのと違うんですよ、医学は。これこれこういうのがある。それはあるんだけど、ただ、医学をやる、医療をやるっていうのはまた違うんですよ。全然違います。そのアカデミックで言われてることは確かに正しいんだけど、それとはまた違うっていうことがね、すごくいっぱいあるんでね、皆さん生物出身の人に騙されないようにしてください。まあ、総計とかね、早稲田とか、全然大したことないですね。理工学部とか。まあね、そういうことでちょっと話していくんですけど、特に医学部ね、受験する人とか、医学部生はね、絶対今日の内容を知っておいてください。で、まあね、多剤耐性アシネトバクター、でもちろん聞いたことない人が多いと思うんですよ。で、まあね、そこからまず説明していこうかなと思うんですけど、まずね、アシネトバクターって何か知ってます？まあ、これね、高校生だったら知らないと思うんですけど、まあね、医学部の学生だったらもう知っとかないと、これやばいですね。国家試験にも出てくる可能性は非常に高いですね。で、まあね、これアシネトバクターって何かって言ったら、これグラムね、陰性の肝菌で、好気性の菌なんですよね。で、こういう菌っていうのは、まあ、みんなの身近にね、いるその土壌とかね、なんだろう、河川とか、まあ、川ですよね、に普通にいる、その自然にいる菌です。で、その、まあ、特に覚えておいてほしい菌っていうのは、このアシネトバクターバウマニーっていうね、菌があります。
これね、なんで覚えておいてほしいかというと、まあ、日和見感染とかの、ね、原因菌でね、最近ちょっと有名になっちゃってます、有名になっちゃってるっていうのはね、悪さをしてね、いっぱい感染を起こしてね、亡くなったりしてるんですよ。だからこういうのはもう最新のトピックスで、まあ、最新っていうほど最新ではないんだけど、まあ、それなりの新しい事例ということで、しっかり国家試験に出てくる可能性も高いんで、絶対覚えておいてください。で、まあ、アシネトバクターバウマニーっていうんですけど、もう一回言うとそうなんですけど、それがね、まあ、日和見感染のね、こう原因になるんですよね。で、まあ、そのアシネトバクター、ここに書いてるその多剤耐性菌のいわゆるアシネトバクターってじゃあ何かって言ったら、この多剤耐性菌、耐性っていうのはいわゆるそのね、いくつもね薬剤に耐性を持ってるっていう菌になります。例えば、まあ、ニューキノロン系とかね、カルバペネム系の、イミペネムとかね、あとアミノグリコシド系とかね、まあ、アミノグリコシド系で、まあ、アミカシンとかねだと思いますけど、そういうのにね、いわゆるね、耐性を持った菌を、まあ、この多剤耐性って言いますね。はい。で、まあね、そのね、例えばね、生物やってる人だったら、例えばね、アミノグリコシド系って知ってるとか言ってね、その一部だけ知ってるんですよ。でも一部だけ知ってたら、全然話になりません。これね、もう医学やる人は、本当覚える量が半端ないんですよ。だからもうね、しっかり、覚えてください。本当に半端ないんですよ、医学って。生物とか全然緩いですよ。早稲田とか早慶とか全然ゆるゆるな感じなんで、まあね、だから僕はバカだってよく言うんですけど、まあそれをね、なんか社会知らずのやつで言ってくるやつがいっぱいいるんですけど、まあそういうやつはね、本当に社会知らずです。で、本当医学部は覚えることがいっぱいあるんで、しっかりね、覚えてください。で、そんなバカなやつは無視しといていいですね。はい。で、今日はね、まあそのね、耐性菌、いわゆるニューキノロン、カルバペネム、アミノグリコシド系、こういうね、耐性持った菌を、まあ、多剤耐性って言うんですけど、それのね、アシネトバクターなんですね。で、前回ね、僕の動画見てもらった人もいると思うんですけど、鹿児島大学病院でね、最近あった、この11月、12月にあったのかな、多剤耐性のね、緑膿菌についての、動画を上げてます。それはね、僕の前回の動画見てもらったら、わかると思います。下にちょっともしかしたら URL とか、忘れなかったら貼っとくと思うんで、よろしくお願いします。で、結構ね、これ話すの本当に10分とか20分で、まあ、全部話せないぐらいあるんだけど、本当に重要なとこだけ、まあ、言っていきますね。で、まあ、多剤耐性緑膿菌って、ちなみに英語で何て言うか知ってます？これね、MDRP って言うんですよ。マルチドラッグ、まあ、マルチプルドラッグね、レジスタント、シュードモナスエルギノーサね。これも、まあ、菌名ぐらいまでは、本当は覚えないといけないんですよ。結構ね、菌名出てくるんですよ。菌名っていうか、菌の名前ね、シュードモナスの、何とかね、普通に結構ね、有名なやつはもう絶対知っとかないとダメですね。で、まあ、シュードモナスエルギノーサっていうね、まあ、緑膿菌のことなんですけど、のいわゆる多剤耐性になります。 MDRP ね、これも重要です。はい。で、このね、アシネトバクターの時はじゃあなんていうのって言ったら、これマルティプルドラッグレジスタント、アシネトバクター MDRA で、まあ、アシネトバクターでさっき言ったように MDRA なんだけど、バウマニーっていうのがね、結構ね、有名でね、悪いことする菌なんで、まあ、MDRAB とかね、まあ、言っちゃったりすることもあると思います。バウマニーね。まあそういう感じかな、特に重要なのは。それでね、こういうね、なんだろう、その、どこで感染症を起こすか、どこで、うん、どこでかん、うん、なんだろうな、こういう菌はその自然界にいるから、なんだろう、いろんなところ、人の手とかね、服とかちょっと触って汚れてたとかね、そういういろんなところから、まあ、ひっついてきます。で、まあね、呼吸、どこの感染症を起こすかっていったら、その部位的に言うとね、まあ、肺とかね、あと尿とかね、尿路ね、系とかが、まあ、多いかなっていうふうに、まあ、感じますね。はい。まあ、感じますだから、それは、まあ、微妙なところもあるんですけど、まあ、肺とかそう多いかな。その次、まあ、尿路とか、まあ、そのあたりになると思います。で、ちょっと僕喋るの早いんですけど、
ちょっとね、次行きますね。